マイカ、ユナ、リナ、私たちティアラです。待って、かぶった。もう一回しよう。テイク2。アリサ、マイカ、ユナ、リナ、私たちティアラです。ティアラチャンネル。2018年、はい、最後の動画になります、ね、動画になります、はい、皆さんこの2018年振り返ってみてどうですか？いろいろあったね。どういうとこが大変だった？いろんなところに行ったり、行ったりするのね。楽しかった。でも楽しかった。忙しいけど楽しい。あとね、平成もあるよね。あー、そっか、ね。なんか今年こう印象に残ったこととか思い出とかあったらぜひ喋っていただければ。あれかな、スケートのフィギュアスケートの羽生結弦さんが。あ、そっち？あ、そっち？あ、そっちじゃなくて自分。ティアラの。あ、ティアラのこと。今年何かと思っとった。今年ね、活動を1年通して、うんうん、はい、何か思い出だったりなんかいろんなことを感じたと思うんだよね。はい、そういうのがあればトークしていきたいなと思ってるんですが、はい、何かありますか？はい、はい、あいさちゃんと前山口美花博で、ね、貸し切りでね、やったことかな、うんうん、すごいよね、貸し切りだったら ね、 ね、山口まで行ったね。はい、それで途中でね、おにぎりを一緒に食べたの、みんなでね。爆弾おにぎりだっけ？悪魔のおにぎり。悪魔のおにぎりか。美味しかった。美味しいよ、ね、爆弾おにぎり毎日食べるね。そう、もうね、ハマった。他は？はい、はい、この前の、昨日のクリスマスパーティーが楽しかった。てか、めっちゃあったよね、うんうん、結構紹介したんだ。どんだけーって言うから、どんだけー。はい、はい、前に出したんだけど、ハレルサのダンスでセンターを取ったことです。ダンス上手だもんね、うん、なんか一気にこうマイカのなんと頼れる部分っていうのが出てきて、うんうん、ダンスすぐに覚えてくれるんですね、うん、すっごくレッスンで助かるかなっていう感じです。はい、あとね、はい、あと九州、北九州、そうそう、北九州キッズコレクション。あ、緊張したね。あと、北九州シエバス PR キッズ。あ、そうそうそう、うん、今もね、継続中ですが、うんうん、はい、日々頑張っておりますね。はい、で、おります。来年もね、いろんなイベントがあると思うので、はい、しっかりね、北九州シエバスを PR できていければなと思っております。はい、他は何かないですか？喋っておきたいこと、もう最後です。もうね、あれだよね、一気にファンが増えた。あー、TikTok もね、登録者数も TikTok もね、すごかったね。いろいろ、もうさ、増えてさ、うん、すごいよね、もうね、うおーってね。そういえばやっぱり君たちのそのスキルの向上っていうのがあるんじゃないかな。スキル、うん、トーク力だったり見せ方とか、そういうなところがね、スキルが上がってったんじゃないかな。その結果がね、みんなのことを好きと言ってくれる人が増えたんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ナイスカー。他ティアラ、あとはティアラの、あ、ファンネーム。そう、ファンネーム、ファンネームで決めたよ。で、今年さ、2人入ってきたんかね、マイカとユナ。去年、去年、去年っていうか、まあ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 、一番新しい、まあ、入ってきて1年ちょっと経つぐらいか、うん、どんな感じ？入ってきた、馴染めたから、うん、やっと馴染めた感じ。入ってきたばっかりの頃は、なんかめっちゃ恥ずかしくて全然喋れんかったけど、今はもう、わーみんながね、優しくしてくれたけど。あとね、あれだよね、いろいろあったんだけど、うん、九州キッズコレクションなんだけどね、うん、来年も出たいなって思った。うん、出たい。なんか今年できなかったこととか、うん、をリベンジして、そう、リベンジしていきたいなって思います。はい、他は？あとはね、いろいろありすぎてね、悔しかったことでもいいし、悔しかったこと、あ、はい、あ、ま
ず楽しかったことが東京に行ったこと。あ、2回も行ったんだよね。そうね。そう、それで悔しかったことが受かなかったこと。そうね。でも全国レベルを知ったということね。うん、なんか目標っていうかね、身長をね、うん、そう、一緒、うん、身長を伸ばすことだね。グイーンってこうね、ちっちゃいけん、りなちゃんとまめとかね、うん、やけん、ゆなちゃんぐらい伸ばしたら、あれさ、ゆなちゃん以上こ怖いよ、いきなりこれくらい、これくらいになりたい。身長伸びていいね。カメラに入らなくなるやん、うん、こんにちは手だけよ、こんにちはってならない。そうですね、最後ということで、はい、私、皆さんにお手紙を書いてきました。え、泣くかもしれん、ちょっと待って。ででーん、言葉かわいい。一人一人に、え、待って、泣く、待って、すごい、泣きました。泣いちゃうよ。昨日の夜中3時くらい、結構、はい、待って、泣くでしょ。じゃあ、まず最年少のりなちゃん、りなちゃんへ、りなさんへ。いや、泣いちゃうよ、もう泣きそうや、もう、ありさちゃん。そう、俺もね、ちょっとね、あの、泣くかもしれないちょっとね、うるうるしてる。待って、カメラ、泣いてるところ撮らないで。りなへ、はい、今年1年間、グッとお姉ちゃんになったね。出会った頃は赤ちゃんにしか見えなかったけど大きくなったね。今までたくさんの小学生と出会ってきたけど、りなみたいにしっかりと自分を持っている子に出会ったことがありません。良い意味でね、うん、良い意味で4年生には見えません。活動の中では一番年下だけど、周りを見る力、トーク力ではみんなに負けてないし、ダンスではみんなを引っ張っていく姿も見せてくれたね。おしゃれの知識もすごく。で、一緒にお買い物に行った時、キラキラした目で商品、洋服の説明をしてくれて、店員さんいらずで感心したこともありました。普段の生活の中でも日焼け対策したり、ストレッチやダンスの練習をやってるみたいだね。努力した分、絶対に自分に返ってくるから、これからもコツコツ毎日少しずつ努力していこうね。来年はリナにとって大きなオーディションもあるね。こっちも全力でサポートできることはするし、リナの夢へのお手伝いができるといいな。来年も一緒にたくさん笑えるといいです。リナは小さな巨人です。あれ、アルタちゃんが泣きそう。涙が溜まってしまう、ここに。あ毎回、今年1年お疲れ様でした。ティアラに入ってきてまだ長くはないけど、もともと持っている能力の高さはピカイチだと思うよ。ボーカルレッスンを他でもやっていて、撮影に参加できなかった日も多かったけど、みんなに負けないくらいの存在感、そしてマイカ独特のふわっとしたオーラで場の空気を優しくしてくれます。なぜかマイカが NG を連発しても、そのふわっとしたオーラで許してしまうくらいです。いつもはふわっととろっとしているマイカだけど、ダンスレッスンになるとふわっととろっとからキリッと変わるところが印象的です。ダンスレッスンではセンターを任せられることが多く、振りも覚えるスピードも速く、レッスンの時はものすごく助かっています。歌も大好きみたいで、休憩中に大好きな歌を楽しそうに歌ってる姿もたくさんあったね。来年は YouTube の企画でたくさん歌ってもらって、みんなに素敵な歌声と元気を届けてほしいな。いつまでもその優しい心と人を自然に笑顔にしてくれるふわふわオーラを失わず成長していってほしいです。普段イラッとしたことがあっても、マイカとお話をすると、イラッとした気持ちがどこかに飛んでいきます。泣いておりますね。1年間ありがとうございました。1年間ってなんか終わるみたいね。今年1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれさ最後ユナへ。泣きそうや。大丈夫。1年お疲れ様。どんな1年だったかな。ユナの印象は意外としっかり者で時間厳守、とても真面目な子の印象で、レッスンに通うため遠くから一人で通う姿はとてもたくましく見えます。ユナと出会った頃を思い返すと、
無口でおとなしい子だったけど、今やティアラのネタキャラとしてみんなにたくさんの笑いを届けてくれたね。人はこうも変わるんだと大変勉強になりました。あなたの変顔はとても強烈で絶対に映像に残せません。今年1年印象に残っているシーンは、ウォーキングのレッスンでうまくできず部屋の隅っこで泣いていた姿かな。あれからたくさんレッスンしてきたけど、今は上手にウォーキングできてるかな。毎日少しずつでいいからしっかりね。継続は力なり。来年もたくさんの笑い届けてください、はい、最後にユナの口癖まるまるやけが頭から離れず夜も眠れません。どうしてくれますか。です。待って泣いとる。待って、わや泣きそう。あ、待って、私もなんか1年お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、待って、もう自分の番前早いよ。泣いてしまうよ。最後にアリサへ。気づけば2年という年月が過ぎたね。今年はいつも一緒にいたような気がします。出会った時は真っ黒少女で無口で無表情だった子が、オーディションの行き帰りにはずっと喋りっぱなしで、学校のこと、友達のこと、夢への思い、いろんな思いを教えてくれたね。撮影の準備でも誰よりも率先して、そこまで気づいてくれるのと思うほどアシストしてくれるね。そして今はリーダーとしてみんなを引っ張ってる姿には涙が出てくるよ。もう出てるけど。一番名前を呼んだのも怒ったのもアリサだと思います。でもアリサはどんなに怒られても嫌なことがあっても絶対に逃げなかったね。今年一番印象に残っていることはやっぱり初めての大きなオーディションかな。全国レベルを体験したね。そして悔しい思いもね。自分は悔しくてしばらく夜も眠れなかったけど、アリサが強く力強く言った言葉が忘れられません。一個ダメだったからってくじけないよ。アリサ、他にやりたいこといっぱいあるもん。この言葉にたくさん助けられた気がします。映画、ラジオ、時には新人開発の手助け、常に新しい道を作ってくれることに感謝しています。移動中や休憩時間に企画や反省点をノートに書いている姿ちゃんと見ているよ。来年もみんなのことよろしくね。です。ということで1年間と終わるんだ。やっぱ終わらないんだ。あの1年ね、いろんなことがあったと思うけど、しっかりね、みんな成長して自分の夢に向かっている姿はとてもかっこいいです。なんか悲しくて終わりたくないな。うん、どうしようこの雰囲気。じゃあ最後は笑顔で終わりましょうか。はい、来年も頑張ってくれるかな。はい、いいとも。あれ来年も頑張ってくれるかな。いいとも。さようなら。さようなら。